今月の月刊就活ウェブはですね、青山商事の青山社長に、お越しいただいてます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、昨年鎌倉新書の方で開催させていただいた就活アワードにスポンサーとしてご参画いただきました。どうもありがとうございました。こちらこそお世話になります。今日はいろいろとですね、ご質問させていただきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、やっぱり青山商事さんとくればですね、このフォーマル礼服っていう部分が非常に重要な位置づけだと思うんですけれども、会社の中ではどういう位置づけで今後どういうふうにされていきたいか社長お考えでしょうか。当社も来年60周年を迎えるということなんで、当社については、スーツのいうイメージは大きく持ってもらってると思うんですけど、それと並んでフォーマルにおいても主力のアイテムの一つということで、どっちかというとスーツの、全国のシェア率よりフォーマルのシェア率の方がアイテムのシェア率としては全国的に高いという、一番シェア率が高いアイテムの一つになってます。葬儀の方は急にのお求めのお客様が多いと思うんで、そういう時に、当社についてはあってよかったなと思われる店舗とか会社になっていきたいなという方向で考えてますので、全て緊急でも揃うような、で本当にあってよかったなと思われるような店にしていきたいなというふうに思ってます。やっぱりインターネットの普及とかこのデジタル化みたいなところに対しての戦略とか対策ってところも青山商事さんとしてはどのようにお考えでしょうか。20代30代のはデジタルネイティブの方も世代で、それを使うのが当たり前で、買い物行く前はそれで調べていくみたいなね、どっちかというともう商品知識としてはそれ調べてるんで、販売員より上のみたいなとこまで調べて、消費者もおられるんで、そこへの接点ですよね。スーツカンパニーが今スタイルディクショナリー、フォーマルとか結婚式とかどういうスタイルしたらいいのかみたいなのしてるところがあるんです。一回見ていただいたら、出てくると思うんですけど、そういうので接点を持ちながら来ていただくような働きかけはしてます。なるほど。そうするとやっぱり社内でもそういったインターネットでのウェブに詳しい方とかそういった部署ってやっぱできたりですか。そうですね、はい、それはもう あとはこの紳士服の業界この中で そのデジタルトランスフォーメーション DX 化みたいなのが一つやっぱキーワードとしてあるんですけども、このあたりはですね、青山商事さんとしてはどのような取り組みをされていらっしゃるんでしょうか。そうですね、具体的に言うと2つ3つあるんですけど、まず1つはスーツカンパニーでやってるスーツスクエア化みたいなのやってるんですけど、どういうことかというと4ブランドあります、4ショップありますと。スーツカンパニーいうのとユニバーサルランゲージというのとメジャーズというのとTSC ホワイトというのがあるんですけど、それを1つの店舗に集約すると。従来なら100坪ぐらいの店舗が4つあるんですよね。400坪必要なんですけど、デジタルを使ってその4店舗を50坪の店舗に入れて、品ぞれを落とさずにデジタルで買い物できるようにすると、人も家賃もいろんなものが合理化できるんですよね。でそうするともう商品の回転率も上がるし満足度が高い、選択肢もありますね、将来というか今年の話なんですけども、青山商事さんので今年2023年のですね展望とあと今後について少し課題感だったりとかですね、チャレンジしたいことみたいなことをお聞かせいただけますでしょうか。はい、コロナが始まってもう3年目になるんですけど、初年度は売上が本当に半削 50% になったんですよ。でなんとかそれは営業店も休業してたり営業やってなかったりした店も多かったんでそういうふうになったんですけど、
それを 70% ぐらいまで回復させましたと。で前期は80まで回復させましたと。だから今年については90ぐらいまで目標にしましょうというところまでは今目標としては持ってきてます。コロナを経てですね、やっぱりそういう意味ではこう筋肉質になった部分とかいろんな学びってあったんですか？市場が本当に小さくなったん で、ね、な市場に合わせた本当の店舗の大きさなのかとか、はい、店舗の品揃えなのかとか、それを補うためにどういうふうにしていくのかとか、いろんなことを考えさせられて、いろんなことを行うことができたかなと。これからはそれを使って、それをさらに進化させて、もっといい会社にしていきたいなと思っています。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日はですね、こうビジネスの経営視点ですね、いろんなお話をお聞きすることができました。青山所長、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。